今週の東京オリンピックニュース。だいぶ朝日が差し込んでくる季節になりまして、心地よいすがすがしい朝ですね。はい、今日は何ですか？今日はですね、毎週、東京オリンピックを目指すアスリートを私たち特集している番組なんですが、オリンピックに向けて頑張っているのはアスリートの方だけではないんですね。実はですね、東京のとある場所で東京オリンピックに向けたとあるプロジェクトが進行中なんですが、とある、はい、とあるですか？とあるばっかりでね、とあるで分かんないな。どこですかね？ここでクイズです、はい、そのとある場所やっぱりそこ、そうですね、何でしょうか、どこでしょうか？東京の東京タワーとか。ああ、でもね、いい線ですよ。そうですね、いい線というか、もう東京といえば、はい、ここっていうたくさんの人が訪れる、うん、ということで正解はこちら。ああ、皇居。はい、皇居なんですね、うん、で皇居といえば日本人だけではなく外国人観光客もね、それはいらっしゃいますね、いらっしゃいますよ、ところですが、はい、東京駅にも近いということから2020年の東京オリンピックでは、うん、外国人観光客にとって、観光の中心となるということが予想されているんですね、はい、でそこでこの方たちが活躍していくんです、はい、こちらですね、皇居ランナーの皆さんいますね。松木さん、皇居の周りとか僕はね、小中高とね、この近くの学校だった、結構走ってたんですよ。そうですよね、はい、もう随分前の話ですけどね、もう江戸っ子ですから、松木さんはもう本当綺麗ですからね、緑が多くてね、ね、そうですよね、いつも走ってる方いますからね、いらっしゃいますね、もう毎日桜の時なんかも綺麗だしね、気持ちいいでしょうね。で、実はですね、この皇居ランナーの皆さんが取り組んでいるプロジェクト、はい、それがおもてなしランナープロジェクト。いや、すごいな、というものなんですね。おもてなしランナー協会っていう協会があるんですよ。すごいですね、はい、観光客の方、皇居って1年間で100万人以上とも言われているんですね。はい、で2020年に向けて、その皇居の周辺にいらっしゃる外国人の方、うん、その方々に対してさまざまなおもてなしをしようと。つまり、世界に誇れる皇居ランナー、皇居ランナー、はい、これを育てようというプロジェクトなんですよね。確かに、常に、ね、走ってらっしゃる方がいるということは、その走ってる合間に、ね、外国人の方のこう例えば質問に答えたりとか、ね、これがすごくいいですもんね。でどんな活動をしているのか、ちょっとお邪魔してきました。楽しみだ。はい、これまず平日の夜なんですね。皇居ランナーの方々なんですね、この方たち。で、英会話のレッスンをやっているんです。意識高い、はい、外国人の先生を招いて行われているんですが、はい、道に迷ってしまった外国人に対しての道案内の仕方とか、まっすぐね、あ、これこう地図ですね、これね、はい、地下鉄の乗り方、これ路線図ですね。非常に本当に実践的な、すごい、うん、熱心ですよ皆さん。そしてこれ観光案内ですよね、はい、で観光名所を実際に歩きまして、まず東京の歴史文化を自分たちでまずしっかり学ぼうというプログラムなんですよね。これ英語以前にやっぱり僕たちも知ってるようで知らないっていうこともありますからね、すよね、独特のね、意外と聞かれるとわからないですよね。ちゃんとまずは学ぼうというこんなプログラムもあるんですね、さらにある日はですね、おもてなしの心を学ぶという講義、どんな対応されると外国の方喜ぶのか、ホスピタリティの心を学ぶっていうことで、ではこれランキング出てますね、外国人が感動する日本のおもてなし第一位は駅、やっぱり時間がぴったり電車が来るとか、これは言いますよね。あと券売機で分かんなかった時に呼び出しボタンを押すと駅員さんが来てくれるっていう、あれもなかなかないんだそうです。ないですね。でもこのおもてなし講座って本当に日本ならではですね。そうですよね、はい、かなりレベル高いですよね。そうですよね、高いと思います、はい、皇居ランナーの方々が英語はもちろんですね、観光案内とかホスピタリティ、こういうのを身につけようというおもてなしプロジェクトなんですね。パラリンピックも当然視野に入れてまして、車椅子の補助など障害のある方へのサポート講習、こういうことも行われているということなんですよ。どうですか松木さん、実際の様子をご覧になって。いや、びっくりしましたね、本当に本当にこう痒いところに手が届くといいますかね、はい、海外から初めて来られる方もいらっしゃるでしょうから、そういった方々に、はい、ちゃんと日本を見てもらうという部分では大事ですよね。松木さんがもう東京のど真ん中のご出身ですから、もうその辺の知識はもう手やんで
いいですね。それを外国の方に教えてあげる提案だよね。そうですね、まあ、ということでこのようにメンバーの方々は東京オリンピックに対して非常にこう意欲的な方が多いということで、今回はですね、その受講者の方に意気込みを聞いてきました。はい、私にとっては東京オリンピックがすっごくもう 楽しみで仕方がなくて、もうどんな外国人の方たちに出会っても物おじしないで何でもおもてなししてあげたいっていう、おもてなしさせていただきたいって思いがすごくたくさん今はあります。自分が英語ができないし、あの日本語は喋れるけどあんまりよく、地理とかもわからないので、そういうのを2020年までには頑張りたいなっていうか、マスターしたいと思ってます。いや、いいですね。改めてやっぱり自分の国のね、良さをこういったところからまた勉強できますよね。そうですね、普段走ってらっしゃるからか、はつらつとされてますね、やっぱりシャープですよね、ランナーの方ってね、シャープだし、なんか明るいし、いいですね。はい、まあ、このようにその東京オリンピックに何としてでも関わりたいっていうランナーの方がたくさんいるということでね、はい、まあ、公共ランナーは多い時に1日に1万人も走ってるんですね。走ってるということでね、このランナー全員がこうもうね、語学も、もてなしもできたら、そしたらもう完璧じゃないですか。すごいですよね。日本パワフルですよ。あそこ行けば何でも聞けるぞ、ね、逆にね、はい、ことになるかもしれないですね。東京宣言、毎週日曜朝6時30分から放送です。ぜひご覧ください。